ロギア系の力。現在ワノ国編クライマックスに突入し、ルフィの食べた悪魔の実が人々の未現受種モデルニカであると判明したワンピース。そんなゾーン系人々の未現受種モデルニカにはゾーン系の能力が。今回は人々の未現受種モデルニカにはゾーン系、パラメシア系、ロギア系の3つが備わっているのか。具体的な例も含め余すことなく考察していこうと思います。ということで今回は人々の未現受種モデルニカとロギア系の力について徹底考察したいと思います。なおワンピース第1046話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここへ閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。まずは現時点での覚醒ルフィの能力をまとめておきたいと思います。まとめるとこんな感じの表になってるんですけども、ゴムの能力をフル活用して自由に戦闘したり、強力なパワーでカイドウをぶん回したり、パラミシア系悪魔の実のように周囲をゴム化させたり、そして最新第1046話ではなんと稲妻を具現化して握っているんです。つまりゾーン系の悪魔の実でありながらパラミシア系の覚醒のように周囲をゴム化させ、ついにはロギア系の能力をも使えるようになった。では人々の実現受種モデルニカはロギア系の悪魔の実なのでしょうか。そんなことはありません。人々の実現受種モデルニカは一見パラミシア系ロギア系の悪魔の実の能力もあると見せなくて、シンプルなゾーン系の悪魔の実だと思います。最大の理由は五老星のセリフ。ゴムゴムの実のもう一つの名はゾーン系人々の実現受種モデルニカ。第1044話で判明したように人々の実現受種モデルニカはゾーン系というのは確定。その上でパラミシア系の覚醒のように周囲をゴム化させる能力も持ち合わせていたり、ロギア系のように自然現象を操ることができるんです。とはいえなぜゾーン系の悪魔の実なのにもかかわらず、ルフィはですねパラミシア系の覚醒のように周囲をゴム化させたり、ロギア系のように稲妻をコントロールすることができたのでしょうか。結論から言うと覚醒の能力自由が理由になっています。これは一体どういうことか。そこで腕力と自由について今一度分析したいと思います。覚醒はゴムの体にさらなる腕力と自由を与える。これまで何度も解説してきたんですけども、第1044話の五老星のセリフより、人々の実現受種モデルニカが覚醒すると腕力と自由が増長されることが判明済み。ではこの腕力と自由とは具体的に何を意味しているのか。結論から言うと腕力が身体能力のアップ、そして自由というのは全知全能の能力です。まずは腕力についてなんですけども、これまで解説してきたように腕力がですねパワーという身体能力の強化というのはこれまでの戦闘描写から分かりやすく説明できるんですけども、一方で自由が全知全能の能力を意味するとは一体どういうことなのでしょうか。これはギアフィフスを発動させたルフィの自由さを見ていくことで判明します。ざっと覚醒後の自由さが発揮されたシーンをまとめると、カイドウに食われてもゴムゴムの付箋で巨大化、カイドウの目から手を出して脱出、そして先ほど話したゴムゴムのギガントによる超巨大化、さらにはゴムゴムの縄跳びでカイドウをぶん回す、ボロブレスで丸焦げになった場面、丸焦げになったルフィが一瞬でカイドウの元にぶっ飛んで戻った場面、ラグナラクを食らい目が飛び出るシーン、疲れ出たルフィが老化したように衰えるシーン、回復したルフィがカイドウの渾身の一撃を食らい顔が金棒の形に変形したシーン、ドンドットットという音とともに回復するシーン、空から稲妻を発生させさらに稲妻を掴んだシーン。もちろんこれまでもルフィの技は遊び心にあふれる奇想天外な自由な技が多かったんですが、覚醒してからのルフィの戦隊スタイルは自由さはあったんです。まさに何でもありという感じ。まるで絵物語、興味深いショーだった。また1045話のカイドウのセリフからも、カイドウから見てルフィの戦闘スタイルは現実離れしていてアニメのような漫画の世界のような戦い方だということがわかります。つまり人々の未現重視モデルニカの覚醒した自由とは何でもありということがわかりますよね。大事なのでもう一度言います。自由イコール何でもあり、空想のままに戦い人々を笑顔にしたという。そして第1044話の五老星のセリフにもあるように、ニカは空想のままに戦うというエピソードを持っているので、ニカの悪魔の実を食べているルフィも空想のままに戦うことができます。俺のやりたかったことを全部できる。さらに第1044話の俺のやりたかったことを全部できるというルフィの発言からも、イメージ通りに戦うことができるということ、このことからですね、人々の実現受種モデルニカの自由の能力とは思い描いた物質や事象を全て具現化できる能力だと考察します。つまりルフィが稲妻を思い描いたからこそ、ゴロゴロの実のように空から稲妻が降り注ぎ稲妻を掴むことも可能になるんです。そしてですね、ここまでは先日の動画でも解説したのでもう周知だと思うんですけども、重要なのはこの先です。自由イコール思い描いた物質や事象を全て具現化できる能力と考察したんですが、この自由という力はですね、大きくゴムに関係する能力、ゴムに関係しない能力、この2つに分解することができます。まず1つ目のゴムに関係する能力について、これはですね、自由が増長された結果、ルフィが繰り出した攻撃の中でニカのゴム人間要素を利用した攻撃シーンなどなんですが、表にまとめるとこんな感じです。こうやって見るとこれまで覚醒ルフィが繰り出した攻撃のほとんどがゴムに関係する技になっているのがわかりますよね。次に2つ目にゴムに関係しない能力についてです。これはですね、第1044話以降で自由が増長された結果、ルフィが繰り出した攻撃の中でゴムとは関係なしに
に自由を増長させて繰り出した技のことです。これはですね、意外と少なくて、表で見ると確定しているのは第1046話の稲妻ぐらいになっています。そしてこのゴムとは全く関係ないのに自由が増長されるだけで繰り出せる技こそが今回のテーマであり本質です。これまでは主にゴム要素をかける自由でゴムゴムのギガントなどの新技を繰り出してきたんですけども、第1046話のようにルフィが稲妻を使えるようになるというのはもはやゴムである必要性はなく、ゴムは単なるおまけ程度ですよね。つまり思い描いたことを具現化できる全知全能の能力と言えるんです。ではルフィの食べた人々の実幻獣種モデルニカがゾーン系の悪魔のみでありながらも自由という能力からパラミシア系、ゾーン系、ロギア系の3つの能力を持ち、全知全能の能力、あらゆる能力を持つ可能性があり得ると考察したんですが、具体的にですね、今後どんな能力を身につけるのか考察したいと思います。結論から言うと、人々の実幻獣種モデルニカの全知全能の能力というのは覚醒時のゴムの能力、全てのロギア系の能力を引き出すことができる能力です。そう、一見ですね、パラミシア系、ゾーン系、ロギア系の3つの力を持つと見せかけて、実はロギア系の力のみを全て自由自在に使えると考察します。これは驚きです。ではそれぞれの悪魔のみの系統の能力ごとに分析していこうと思います。まず一つ目にパラミシア系の能力の引き出しについてです。パラミシア系関係の新能力を解説する前に、そもそも覚醒後のルフィが使った新技を紹介したいと思います。カイドウを巨大な技でジャイアントスイング、地面をゴム化、カイドウに食われてもゴムゴムの風船で巨大化、ゴムゴムのギガントによる超巨大化、ゴムゴムの縄跳びでカイドウをぶます、丸焦げになったルフィが一瞬でカイドウの元に戻る、ラグナラクを食らい目が飛び出る、疲れ果てたルフィが老化、ドンドットトという音とともに回復、カイドウの渾身の一撃を食らい顔が金棒の形に変形、カイドウの顔面を貫通させるほどのパンチ、空から稲妻を発生させさらに稲妻を掴む。そしてこれはですね、大きくゴム人間ではできない技、ゴム人間だからこそできる技、腕力増加に関係する技の3つに分解できます。そしてこの中で注目したいのはゴム人間ではできない技です。ルフィの新技の中で人々の実幻獣種モデル2価の持つゴム人間という要素以外でパラミシア系に関係する新技は実は1つしかありません。それが地面をゴム化させることです。そしてこの地面をゴム化させるというのはゴム人間だからこそできるゴムゴムのギガントなどの技ではなく、他に影響を与える周囲の物質のゴム化というパラミシア系の悪魔のみの覚醒した時の要素になっているんです。つまりルフィはニカの持つゴムという要素を周りに影響を与えるという力にとどまる。なのでルフィはですね、決してバギーのバラバラの実のようにバラバラ人間になったり、ドフラミンゴの糸糸の実のように糸を出したり、コウズキトキのトキトキの実のように未来にワープできるわけではないんです。そう、人々の実幻獣種モデル2価のパラミシア系の新技はあくまでも周囲に影響を与えるという周りのゴム化だけ、決して全知全能の能力ではないことがポイント。覚醒で自由が増強されるからルフィは何でもありで、バギーみたいにバラバラにもなれるし、ドフラミンゴみたいに糸も出せるんじゃないのって勘違いする人もいるかもしれないんですが、ルフィがこれまでゴムに関係ない能力で使ったのは稲妻という自然現象のみです。よって現状自由といってもですね、ロギア系の力に限定されると思われます。なのでパラミシア系の悪魔のみの能力はルフィは何でも使えるわけじゃないです。よってパラミシア系の新能力というのはあくまでもあらゆるものをゴム化させるにとどまると思ってます。次に2つ目にゾーン系の能力の引き出しについてです。先ほど説明した第1044話以降で覚醒したルフィが披露した新技でゾーン系に関係する能力をピックアップすると、ドンドットトという音とともに回復するという技のみ。そもそもドンドットトという音とともに回復するという技をゾーン系にカテゴライズしていいかどうかは謎なんですけども、回復という要素だけで今回はゾーン系に関係する能力にカテゴライズさせてもらってます。最後3つ目にロギア系の能力の引き出しについてです。覚醒はゴムの体にさらなる腕力と自由を与える。結論から言うと、このロギア系の力こそが自由と全知全能の能力に最も近いものです。こちらもですね、先ほど説明した第1044話以降で覚醒したルフィが披露した新技でロギア系に関係する能力をピックアップすると、空から稲妻を発生させさらに稲妻を掴むという能力のみです。そもそもギア品質を覚醒したルフィは能力が増強されたからといって稲妻を具現化できるわけではありません。なので稲妻の具現化は腕力ではなく自由さの増強から来ている新技ですよね。その上でですね、現状のルフィは正直稲妻や雷と外見だったり表面的だったり内面的な関係性は全くないんですよね。その体はゴムそのものの性質を持ち空想のままに戦い、となると覚醒したルフィは空想のままに戦った結果一つの新技として稲妻を具現化させただけなんです。となるとですね、ルフィがイメージした技が稲妻じゃなきゃいけない理由を説明できない以上、稲妻以外にもあらゆる自然現象を具現化できると思われます。ただし現状では自然現象に限定されます。例えば今後ドフラミンゴのように糸を具現化したり、カリファのように泡を具現化するなどルフィができれば全パラミシア系の
能力を使える可能性があるんですが、現状は稲妻という自然現象のみですよね。よって今後具現化が想定できるものは、スモーカーの煙、エースの火、クロコダイルの砂、フザンの氷、ティーチの闇、ボルサリノの光など、あくまでも自然現象のみを具現化できる可能性が高いと思われます。ただしこれでルフィがあらゆるロギア系の悪魔のみが使えるのかと勘違いする人もいるので、一応注意点を話しておくと、確かに稲妻以外に火や氷を使えるようになる可能性が高いんですが、単純にルフィはロギア系の能力者になったわけではないんですよね。現状エースやクザのようなロギア系の能力者であって、覚醒ルフィにはないものがあります。それが肉体のロギア化です。第1046話のルフィはあくまでも稲妻を具現化しただけで、肉体はエネルのように雷でできていません。もちろん第1047話以降でルフィが肉体をロギア化できる可能性も秘めてるんですが、現状できない以上はですね、今日のように単純に具現化能力だけが備わっていると思われます。という感じでここまで考察してきたんですが、ここまでをまとめると、ルフィのパラミシア系の新技はあくまでも覚醒時の能力、周囲のゴム化のみ。ゾーン系の新能力は回復かどうか正直不明です。そして最も全知全能の能力に近いのがロギア系の新技で、ゴムは全く関係なく、ルフィはあらゆる自然現象を発生し操ることができると思われます。これまで解説してきたように、人々の幻獣神モデルニカは覚醒することで腕力と自由がパワーアップします。そして自由というのは一見ですね、パラミシア、ロギア、ゾーンの全ての悪魔のみの能力が使えるというような無限大の可能性、全知全能の能力と思われがちなんですけども、実は違う。全ての能力が使えるのはおそらくロギア系の力のみで、パラミシアとゾーン系の悪魔のみの能力は使えないと思われます。その上であらゆるロギア系の能力が使えるならば、今後ルフィはどんな場面でどの自然現象を利用するのでしょうか。カイドウを倒すであろうルフィが今後対マンで戦うであろう相手を予測すると、マーシャル・ディ・ティッチ、シャンクス、イム様、赤犬、さすがに世界最強のカイドウを撃破する以上は、今後の対戦相手は海賊なら4個、世界政府や海軍ならトップのキャラクター以外は考えられないでしょう。ではルフィはこの4人と戦う場合、どの自然現象を利用するのでしょうか。この4人で予測しやすいのがですね、黒ひげと赤犬です。黒ひげはエースに因縁があり、ルフィの宿敵とも言える存在で、闇闇の実、そしてグラグラの実の能力者。特に第441話バナル島の決闘で、黒ひげの闇闇の実とエースのメラメラの実は激突してエースが敗北しているだけに、今後ルフィが黒ひげと激突するときには、一度破れたエースの炎をルフィが使い黒ひげを倒す可能性もあります。そして赤犬も同様のことが言えます。しかし赤犬に炎を使っても、赤犬のマグマグの実の完全解放感になるので、ルフィはクザンの冷え冷えの実のように氷の能力なども利用しながら赤犬と戦うのではないかと思われます。ちなみにですね、残るシャンクスとイム様については、シャンクスはそもそも敵か味方か不明、そして敵であっても能力の詳細がわからないので、これについてはちょっと読めませんし、イム様についてはですね、そもそも戦闘できるかどうかも分かってません。という感じでですね、今後ルフィが戦いそうな相手に、人々の未現実身モデル2課の自由におけるロギアの能力をどう使うのかをまとめると、こんな感じになります。今後ルフィの覚醒時における戦闘が楽しみですよね。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。